筑波大学筑波大学筑波キャンパス筑波大学アイソトープ環境動態研究センター環境動態予測部門筑波大学アイソトープ環境動態研究センター環境動態予測部門写真の円形の部分が熱収支水収支観測補助その髪型に見える赤い屋根の建物が大型水路施設国土交通省国土画像情報をもとに作成筑波。 大学アイソトープ環境動態研究センター、環境動態予測部門は、茨城県筑波市の筑波大学筑波キャンパスにある、地形学、気象学、水門学、生態学に関する研究、教育を行っている施設である。旧称は、筑波大学陸域環境研究センターで、略称は、ターク、陸域であった。筑波大学が設置される際に作られた、 いくつかの大型研究施設の一つである。前進校である東京教育大学理学部の地理学教室が取り組んでいた実験的な河川地形研究や気象、水門観測を行う施設として、水理実験センターが1975年に設立された。日本最大級の長さ160メートル、幅4メートルの水路と気象、水門観測施設である直径160メートルの 補助と観測等が建設された。2000年4月に改組が行われ、陸域環境研究センターとなった。継続的な熱収支、水収支観測が行われており、そのデータは公開されている。さらに2012年12月1日に、筑波大学アイソトープ総合研究センターに、陸域環境研究センターが機能統合される。 形で新設された筑波大学アイソトープ環境動態研究センターの環境動態予測部門となった。研究室棟のほか、以下の施設がある。直径160メートルの歩場で自然草地の状態が維持されている。歩場の中心に超音波を発して、風向、風速、風と地面の摩擦係数、熱輸送量等を測定する高さ30メートルの鉄塔が立っている。 鉄塔で観測されたデータは研究棟の収録室に転送され5分おきにアイソトープ環境動態研究センター環境動態予測部門の公式ウェブサイトで公開している1978年にミニチュア実験装置では再現できなかった河川地形を実物大で再現するため造船会社に依頼して建設された長さ160メートル幅4メートル 重量250トンで、この装置により、洪水を引き起こしやすい、交互サスの形成条件が明らかとなった。河川地形の実験のほか、海に見立てて実験を行うこともある。ありがとうございます。